今日はアンパンマン虹のドライブで遊ぼうね。虹のドライブはこんなコースになってるんだよね。真ん中にパン工場、そしてメーケンチーズ。ここから登っていって、ここが虹色のコースになってるんだよね。車は3台あって、アンパンマンが乗ってるアンパンマンカーだね。こんな感じの乗り物にアンパンマンが乗ってるよ。そして、食パンマン。食パンマンも食パンマンカー。S のマークがついてるね。こういう車に乗ってるよ。最後はバイキンマン。バイキンマンの車にも歯があるんだよね。バイキンマンと同じような、バイキンマンをモチーフにした車だね。ちゃんとハンドルを握ってるのかな。ニコニコしているバイキンマンが乗っているよ。この3台がさっきのコースに走るとどうなるのかな。ちょっと見てみようね。スイッチを入れるよ。右のコースを通ってもう一度登って外側からまた来るんだね。チーズもニコニコ楽しそうだね。アンパンマンの虹のドライブ楽しかったかな。チャンネル登録して次の動画も楽しんでね。スマホのみんなは説明欄を見てね。